いやー、それにしてもどうでした？オープニング。いやー、オープニング素晴らしかった。本当に。いや、僕感動したよ。うるさいな、いやー、だってみゆくん一人でラジオやるの初めてじゃないの？一人で喋る。ラジオで一人で喋る。ていうか、このブースの中に一人なんてなかったよ。一人でポツンと、でもしっかり3分ぐらい話して、まあ、かわいい。まあ、かわいい、ね。あ、いやいや、ありがとうございます、ありがとうございます。ただ、ただ一つだけ言えるのは、あのね、もう何言ってるかわかんない。大問題だよ。ごめんなさいね。あ、いやー、井野くんのオープニングはやっぱね、いつ聞いてもかわいい！うるさい、もういいよ。いやー、かわいい。今日も可愛かったなぁ。いやいや、そんな話はいいんですよ。ただね、ただね、うん、何言ってるかわかんない。わかんない。さすがにわかるだろ。今日頑張って話したよ。今日わかんなかった。うん、嘘。結果なんか、うん、あの、みんなに、ダブルを見てねってことしか伝わんなかった、うん。あ、それでいいんだ。あ、よかった。それ、ゲーム受け取ってた。よし、よかった、よかった。違うの。でもね、本当に僕、ちっちゃい頃からみゆくんのこと知ってるんですけど、うん、小学校1年生かな？そうだね、小学校1年生。その時のみゆくんは、ほんと天使のようだった。自分で言うのもなんだけど、かわいい。あチリチリなんだけど。いや、チリチリじゃないの。あのね、毛先だけくるんって、そうそうそう、天使みたいな感じよ。で、なんかね、いや、まだね、髪質もね、柔らかくて。柔らかいの、これがもう、びっくり。で、今よりも、その、まだ柔らかいから、もうちょっと伸ばしてたんだよね。うん、そうそう、伸ばしてたし。だから、ふんわりしてるの、頭がふんわり。ふんわりしてて、うん、毛先がちょんってなってて、そうそう、かわいい。かわいかった。